さあパート3入りました。もうなんかねちょっとまゆみちゃんは疲れてきちゃってるけどね、もうね一押しはこいつですよ。もうスラックス、これ秋冬、まあ、これオールシーズンだよね、別に春夏ってわけでもないけど、かっこいい。これワイズはねこれ E と D の間ぐらいだから、まあ普通にUS サイズで選んでもらえばいいかなというふうに思うんだけど、これは8で作ってあるのね。でもすごくシャープに見える、ブーツになってます。かっこいい。それと、愛知県のグルービーの原さんからお借りしたというか、まあサンプルを見つけさせていただいて作ったこのタングツ、アミシリーズですよ。前も作ったよね、アミのね。今回はブラックだけ、小刃もラストも、こちらもそうだけどラストから作ってるから、やっぱねラストがダメだとね、靴の形全部ダメになっちゃう。ボテッとしたのはあんまりちょっと僕も好まないので、やっぱりかっこいいシャープな形のラストがベースがあって初めてこういい靴が出来上がるんじゃないかなというふうに思って作ってるんですよ。だからよく自分のターゲット通りにこの2つやっぱり上がってるなというふうに思ってます。なのでぜひ靴はねやっぱりこういうこのなんだよこれスラックスとかシャツとかにはやっぱりちょっと必須、夏にはね。で値段もこれ結構抑えてあるから結構おすすめ、できるものなので見ていただきたい。それと定番のグルービンの、シングルソールこれね、シングルちょっとキャッツパワーがもう今使えなくなっちゃうんだかっていう形なんだけど、まあ、シングルソールで作った馬革の、でここデッドソックだからねこれ、ヴィンテージ、この美女ゴールド、これデッドだから鉄、形いいですよすごく。やっぱシャープだよねグルービンのエンジニアブーツ、抜かりない縫製だってほらかっこいいでしょ、これこんな感じで作ってあって形がシャープ、もうこれ履いたらもう本当にシャープおじさんですよ、シャープおじさん。色はブラウンとブラックで、あとタングツはもうこの、そんな簡単にパカパカパカッと作れないからぜひおすすめしたいなというふうに思います。さあちょっとアウター行ってみようかな。アウターはそんなたくさん作らなかったけど、サクサクサクと、これ4インチカーギーと同じ、いつも今僕が着ているヘラクレスの形の無地のコットン、かっこいい、ね、コットン、今僕が着ているコットンよりも4インチカーギーの生地と同じなので、ちょっとオンスが厚い、タフ感のあるコットンなんだけど、やっぱこの辺の無地がかっこいいね。なんか落ち着いて、で柄物とかにもすごく合わせやすいし、モーターサイクルとかでも全然いいし、先ほどのこういうエンジニアブーツとかとも多分すごく多分合うだろうし、このゴア のブーツとかにも多分すごく合う。でタロンジップを使っていて、ゴールドの扇タロン、それからここ見てこのパイピング、形はもう本当にねこのグルービーのこのフォーティーズのヘラクレスの形がやっぱりかっこいいっていうふうに僕は思ってる。なのでこれ洗うとクシャってなるけど、まあ、そこがまたちょっと味が出て、使えば使うほど味が出るジャケットじゃないかなというふうに、思ってます。さあそれと新型のこの何とも言えない50年代のワークジャケット、裏側のビジョンもほらちゃんとこれ鉄使ってるからね、鉄のビジョンを使って、ここはコーデュロイを使ってる、でジッパーもタロンジップで、これは意外とこれもタロンなんだけど壊れやすいので、これ根元使ってこう開けたりだけど、ほとんど飾りみたいな感じ、ただすごくシンプル、よくブランケットが入るパターンが多いんだけど、春夏なので一応ブランケットを抜いた状態で、作ってある。だ形も大体ヘラクレスの形とベースがほとんど同じ、丈感とかも大体似た感じで作ってあるので、いつも着てる M サイズの人はやっぱり M、 シャツが M だったらこれも M とかでいくと多分ちょうどいいんじゃないかなというふうに思うんだけど、グルービンのやつはみんな丈短いからね、意外とちょっと着てみるかな、ちょっとこれ M サイズだね、渋い、
M。 これ同じ記事なんですよ、実はこのあれそうだよね、同じ記事。下は今4号カーキ入ってて、上があの新型の、50年代の形できてる。でこれ同じ生地なんだけど、こっち一回押しかけるとちょっと色がちょっと変わる。まあ洗うとね、まあ多少だけどね、色が抜けてくっていう風な形だけど、この生地、このデニム岡山さんのセルビッチなんだけど結構気に入ってて、こんな感じで、まあ、すごいシンプルな感じだけど、まあ大体こんな、今僕着てるのが M サイズの165センチの67キロで M サイズという形を着てる。ちょっとねシンプルな感じかな。ちょっとそのタウンクラフト、いやヘラクレスか、ヘラスクレスもちょっと着てみる。これもほら M サイズ、ちょっとこっちのが胴回りがゆっくりしてるから、本当に工場のおじさんみたいな、なんかね。ただ丈感もやっぱこのくらいがいいのかな、もしかしたらね。さっき僕着てたあのリードッズの昔作ったやつ、あれ S サイズだから、これは MMM165 センチ67キロで M サイズ、ほらもう JD みたい、 JD 何じゃん、 JD 何 JD、 ジェームスティンジェリーズ、ジェリー、ジェリー、かっこいいね。まあそんな感じなんですよ。あ、じゃあついでにこっちの着てみるかな。これハーレーダビッドソン、これ意外とプリント、これ前もプリント入る予定なんだけど、これユニフォームジャケットなんだよね。ほらユニフォーム、だいたい、これも M サイズだから。だいたい M は、だいたいこんな丈ですよ。丈が、そんなにグルービンは、長くない。だいたい、そうね、M サイズのパンツに M サイズのジャケットで、だいたいこんな、丈がこんな感じ。ただ、だいたい僕ハイウエストで結構履くこと多いから、まあ、へそもこのぐらいですよ、おへそ。で、これ開けるときにまたバックルが、手がかっこいいんだよね、また。バックルはね、やっぱ男の象徴だからね。ここで人生の慣れ初めが分かるから。あ、この人こういうバックルなんだねっていうのが分かるから。からバックルは本当にかっこいいバックルつけてもらいたいと思うんだけど、だいたいこれ開けてバックルがこう、チラリーノすると、ちょっとかっこいいなというふうに思っちゃってるんですよ。シルエットも悪くないと思うんだけど、裏側がなんかこう、モーターサイクルスピードフリークになってるかな。スピード強の大バカ野郎みたいな感じの意味なんだけど、前はちょっとここにモーターサイクルクラブで入れるっていう風な形で今ちょっと考えてて、ここもちょっと入れますけど、後ろ側はもうスピード強みたいな感じの、あえてこう、モーターサイクルホットロットみたいな感じで作ったのかな。さあ、グルービーのちょっと竹長の話を、竹長のちょっとカバーオール、ちょっと着てみるか。グルービンでは珍しい、まあ、ヴィンテージのカバーオールを復元して作っていったチェンジボタンのカバーオールなんだけど、結構ね、丈の長いのを、久々に作った感じ。これ丈長。ほら、こんな長い。コート、ハーフコートみたい。グルービン、このサイズで作るの結構珍しいと思う。で、12オンスの、丈長な感じの、まあ、カバーオールって感じでちょっと作ってあるんでね。でも形いいですよ、これ。肩幅もいいし。シルエットをほぼいじってないからね、これ。ヴィンテージの。形で。ちょっと竹長で作ってます。これ2色あって、この12オンスのいつも使ってる、ファイブポケットのデニムの生地、岡山さんのやつと、あと、先ほどのヘラクレスと同じ、カバーオール。これも M サイズだから今、着てるの。ということなんですよ。なので、これもなんかいいね、なんかこう味があって。
なのでこの辺もぜひちょっとワーク系なチェンジボタン、多分オリジナルだと多分すごく高いんでしょうね、これね。すごい値段も高いんだろうけど、まあ、こうやって着るとかっこいいよね。なんか街角に立ってるおじさんたまにいるけど、丈が長いとこうちょっとコートみたいな感じでね、かっこいいなと思うんだけど、まあ、こんな感じのアウターをちょっと作ってあるのと、ちょっとこれ着てみるか。色合いが違う。これもM サイズだからね。ただこれ洗ってないから糊が張ってある感じでゴワゴワしてるけど、なんかこれハンターみたいな、ね、って感じだね。鹿売ってます。鹿売ってます。もうこれ鹿も顔負けだから。え？鹿肉って美味しいの？うん、まあそういう感じなんですよ。さあ、じゃあ最後にあれかな、アーガイル、これ新型のアーガイルはリバーシブル、どうしてもハップストアの堀さんがアーガイルのリバーシブルが欲しいって話で、送られてきまして、もう強制的に作るような感じなんだけど、アーガイルグルービー、あんまりこうアーガイルとか、まあ、サンダーバードもそうなんだけど、あんまりズバリのフィフティーズ作ってなかったんだけど、やっぱりなんかアーガイルちょっと欲しいねって話があって今回できましたよ、これアーガイル。あ、でも形いいでしょ、これで、クオリティ抜群にいいから、生地もすごくいいの使ってるし、で前はフラップなし、表面はね、こんな感じ。今黒オレンジはちょっと今制作に入ってるので、ちょっと今ここで見せられないんだけど、これがネイビーとホワイトと赤が入ってるんですよ、これ。いつも使ってるちょっと厚めのレヨンを使ってるんだけど、こんな感じ。やっぱりなんかでもアガイル欲しいって人は結構いらっしゃって、で今僕着てるのもやっぱり M サイズ、全部サンプルは M だから作ってる。で反対側はちゃんとタロンジップのリバーシブルのタロンジップ使ってるんだけど、反対側はもう普通にフラップ付きの、シンプルなネイビーっていう形のアガイル、こんな感じです。形もすごくよくできたなっていうふうに、思ってるので、かっこいいよね、色も綺麗だしね。だそういうのに制作してちょっと作りましたということで、スキニーベルトとか一応パンツとかもよく作るんだけど、今回は人気のあったこの白黒のタイプなんだけど、新しいバックルで作った、ここはワニ柄使ってるの。ワニ柄使って、レイヤーワニだよね、ワニ。ワニ側でしょ。ワニ側じゃない。ワニ側。ワニ側使って。これあとブラック。ブラックゴールド。あとこれがちょっとこの、ちょっとマニアックな、緑おじさん。で、この3色。っていう感じで、制作してるので、小物はちょっと今回少ないんだけどね。あとこれ。これね。かっこいいですよ。スピードフリークって言って、ジェームズ・ディーンの、乗っていた何だっけな、リトル・バスタードっていうポルシェのあだ名がついてる。それをなんかちょっと文字にしてヴィンテージと同じフォントで作ってった、スピードフリークの、馬革。これ馬革だから高いんだけどね。だけどこれ使えば使うほどペラペラになってきてかっこいい。これこんな感じです。見える？見えてる？結構ね、いろいろ探したんですよ、これ。なんていうの、ニュースペーパーバッグ、このサイズなかなか出てこない、ヴィンテージで。
で、やっとこのデカすぎずのこの中間サイズがやっと見つかって、これ開けるとここにタロンジップがついていて、この中ここパスポートが入れられる。パスポート、貴重品とかで、普段はこれちょっと見えない、うるさい時は見えない、開ける時にペロリって感じなんです。でペロリって感じ風とか吹くとペロリッこうチラって出るじゃないですか。そこまたいいんですよ、チラチラリーノが。もうこれつけてればもう間違いない。あ、これ新しくちょうどできたので、おじさん写真集、お店の方でこれお配りさせていただく感じなんです。で、取扱店には全部送らせていただくので、取扱店の方にもし欲しければ、ぜひ見てみてください。ただ僕しか出てない、基本的には自己満の何者でもないっていうおじさん写真集なんで、ちょっとこれほらこのね、こんな感じなんですよ。ちょうどこの間できてね、グルービンハイ&オードデビルも、ここにファッツザグルービンハイとかって書いてある。グルービンハイって何ですかっていう風な感じなんだけど、ここになんとなくテロリーノって書いてあるんで、まあぜひこのパンフレットがやっとできたので、ちょっと久々に、紙の媒体をちょっと作ったという感じです。でこれもこれ入れて、これこの中にっていう感じです。さあ、だいたいそんな感じかな。で、こう腐白の方もちょっと革はね、どうしても金額が結構革の量を使うので値段高いので、一応ダックの方も作ってみた。ダック、これもかっこいいですよ。ただ僕はちょっとやっぱり黒のね、レーザーぜひ皆さんに、試してもらいたいなというふうに、バイク乗るときとか多分便利だと思うんですよ。で、僕は群馬県だから車の中に荷物入れちゃったりするけど、東京はね、やっぱりなんかバッグが必要だなっていうふうにちょっと思ったりしてるんですよ。どこか出かけるときとか買い物したとき何か入れなきゃいけないとかってなると、このくらいのバッグあると多分便利なんだろうなっていうふうに思ってて、ただこう、そうね、あんまりこう横からかけるの好きじゃないんだけど、まあ、もしグルービンで作るんだったらこのサイズだなっていうふうにずっと思ってて、今回初のニュースペーパーバッグなので、ぜひそんな形でね、いろいろとオンライン見ていただきたいなというふうに思います。締め切りはもう間もなくなので、11月の10日には全部締めて、ご注文いただいた数しか作らないように、していこうと思ってて、まあ注文できなかった方はまあごめんなさいっていう感じですね、ということなんですけど、もうご注文いただいた方はちょっとお時間いただいて、しっかりと製品作っていきたいなというふうに思うので、ぜひホームページをちょっと見ていただきたいなというふうに思います。今月の11月の、空中がグルービン足利の展示会という形で、締め切りは11月の10日に12時、夜の12時にはブツッとオンラインのストアが切れるっていう形で、もう制作に入っていくっていう形なので、まあぜひ、グルービンを見てみていただきたいなというふうに思います。まあ今日はだいたい YouTube そんな感じかな。はい、どうもお疲れ様でした。